今日8月3日土曜日も西日本を中心に40度近い気温が予想されています。山口さん、この午前の段階でもすでに気温上がってきてますね。そうなんですよ。今日も危険な暑さとなっております。でここまでの最高気温の記録をご覧ください。アメダスの上位5地点なんですが、奈良県の十津川村風屋、こちらは38度に達しております。こちら昨日は、ね、39.9度まで上がった地点でして、午前中から今日も大変な暑さです。その他西日本を中心に37度以上のところが増えているといった状況です。で今の雲画像を見ますと、東日本西日本、この後山沿い中心のにわか雨の可能性はあるものの、午後も強い日差しが照りつけるといったところが多いです。この後の気温で見ますとね、例えば名古屋市ですと39度ぐらい、はい、大阪も38度を見込んでおります。大阪はねこれで3日連続37度以上で、京都はすでに10日連続の猛暑日となる中、やはり最高気温が39度など、各地で強烈な暑さといったことが見込まれます。このため昼間はもちろんなんですけどもね、熱中症の危険度を見ますと、夜間多少温度が下がっても熱中症厳重警戒のオレンジが広く出る見込みです。昼間はもちろん夜間の熱中症にも引き続き警戒をしてください。はい、積極的な水分、塩分補給など基本的な熱中症対策を今日この後も欠かさず行いましょう。この先の天気の変化や気温の変化についてもお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。